し、荒川河川敷ラジオ、12回目ですね。はい。いやー、あのね、僕コーヒー好きなんですけど、コーヒー飲むと大体の確率で腹下しちゃうんですよ。なんか多分体に合ってないですかね。なんか多分そういう人も結構いるらしいですけど、だから猫好きの猫アレルギーみたいな、そのね、そういう悲しさが人間好きの鬼だけど見た目が怖いから人間に嫌われちゃうみたいな、そういう悲しきモンスターみたいな心境なんですけど、いやだからね、まあ、好きだからつい飲んじゃうんですけど、まあコーヒーとはね、やっぱ距離を置いた方がいい気がするんですよね。だからまあコーヒーとは、まあ黙ってこっちから、まあ、立ち去ってもいいですけど、それだとなんでいなくなったんだろうみたいなコーヒーが思うかもしれないんで、だからあえてコーヒーに冷たい態度をとって別れを促すというか、コーヒー、まだコーヒーなんで、まあ冷蔵庫に入れるなり、コーヒー、氷入れるなり、とかした方がいいのかなとか思ってるんですよね。だからまあ冷蔵庫に入れるでもいいし、まあ冷蔵庫もでもね、ただ冷たくしてもね、やるのは徹底的にというか、しっかり冷たくして、やっぱ心鬼にしてね、こっちも辛いけど、だから冷蔵庫に入れるにしても奥の方入れるとか、奥のね、ほんと奥の、たまに凍っちゃってんじゃんってぐらいの奥の方とかさ、まあ氷入れるにしても家で作った家の製氷皿で作った氷じゃなくて、買ってきた溶けにくいその氷入れるとか、それかまあ居酒屋みたいに、なんか冷凍庫に入れたコップに入れ、冷凍庫に入れてキンキンに冷やされてるコップにコーヒー注ぐとかね。まあタンブラー、冷えにくい、冷えにくいじゃない、ぬるくなりにくいタンブラー、これもね冷凍庫に入れて、もうキンキンのやつにコーヒー注いだりとかね。まあそんな、まあちょっと塩入れて溶けにくくするとかさ、そのぐらいの気持ちでさ、まあなんかやった方がいいのかなって、今後のねコーヒーの未来のためにも、コーヒーに、コーヒーが体に合ってる人に飲んでもらいたいし、コーヒーが、辛いけどね。まあでも別れと出会いの繰り返しなんで
ちょっと締めっぽい感じになっちゃいました。今日はこの辺で。